映画みたいな相手役はないですね、はい、だからさすがにこんな人が本当にいたらたまったまじゃないと思うけど、オーディションだとわからないけど撮影入ってて意外となんか、あ、この二人は仲悪いんじゃないかなって、ただお芝居であのピンタするところとかもなんでテストから本気でやるのかなとかっていうのたまにありますよ、びっくりする、怖い、やだ。モームスのオーディションとかももちろん受けてて、はい、今までオーディションって何度も受けてきたと思うんですけど、はいはい、オーディション得意ですか？いやー、あのでも私がモーニング娘。受けた時は12歳だったので、うん、12歳で良かったなってすごい思いました。なんか今だとあの時はもうただやってやるみたいな感じでモーニング娘。が好きだからっていう気持ちだけでストーンっていけたんですけど、今とかだったら逆にどうした方がいいんだろうとかこうした方がいいかなとか考えてやっちゃいそうなんで、そういう意味ではモーニング娘。受けた時は12歳でただただ好きだっていう気持ちだけで受けれたので、その緊張というよりはやってやるみたいな気持ちだけで受けてたので、あの年で良かったなってすごい思います、ね、映画のようなホラーっぽいことはなかった？一切なかったですね。私も子供だったんであんまりそういうことにもあの頭が回らなかったんで、全然そういう合宿とかもやりましたけど、意外とみんななんかストレートに自分をぶつけてオーディションに挑んでたので、人間関係でそういうのはなかったですね。なんか仕返したいとかやり返したいっていうようなことも特には今までなかったないですね。それよりはなんか自分が今できることをやってそれを見てもらおうみたいなことの方がモーニング娘。入ってからも多かったですね。三垣さん、ミュージカル今舞台とか多いんですけど、はい、映画とか舞台とミュージカルってこう演じ方が違うと思うんですけど、はい、その辺とか苦労されたりしましたか？あ、やっぱり舞台とかだと体全部を使って表現することの方が多いので、そういう意味ではこの決められたサイズの枠の中でこう表現をするっていう意味では全然違うので、また舞台と映像が全然違うから、それの中での表現の仕方とかも皆さんの演技見ててもすごい勉強になりましたし、そういう意味ではすごい今回の映画でいっぱい学ばせていただきましたね。ご自分で出来上がった映画見て怖かったですか？怖かったです。なんか自分が出てるし自分でこれ撮ったって分かってるからそんなに怖くないかなと思ったんですよ。自分で分かってるから次何起こるか分かるから。でも意外とやっぱり撮影してる時と出来上がりはもう映像じゃない音楽がついてたりとかっていうのがあるので結構怖かったですね。映画的には血とかはあんまり出てこない感じ？血は出てこないですね。 ですね。あんまり絞った感じで、ちょっとだけ怖いとこありますね。心理的に迫る怖さみたいな、どちらかというとそちらを目指した感じで、あんまりフラッターで映像でちょっと怖いというよりかはどちらかというと心理的に怖いところとか、あとなんか大切にしたかったのが、意外と人間もいい人でもなんか欲とか嫉妬とか妬みでなんか結構変わったりするじゃないですか。その辺のなんか人間のなんか負の感情の怖さみたいなのが描けたらいいなとは思います。よろしいですか？大丈夫ですか？写真とかもよろしいですか？もう、今回ホラーということなので私自身もどれだけこう驚かせられるかっていうのも楽しみながら撮影したんですけど、先ほども言ったようにその中でも家族の温かみだったりとかそういう部分もこういっぱい含まれている作品なので、ぜひ皆さんには楽しんで、でもちょっと怖いところもあるのでヒヤヒヤしながら見ていただきたいなと思っております。おっしゃる通り。あとは今までのホラーとなんか違った感じに思えてくれるといいかなっていうのがあって、なんか人が襲われて死んじゃって終わりじゃないところもあったりするので、なんかその辺の人間のなんかドラマ性みたいなのを見てもらえるといいかな。家族の話もちょっと起こりてるところもあるので、その辺を見てもらえるといいかな。はい、はい。